い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースドリームジャーニーミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはディズニーモータースドリームジャーニーミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションです。で、このカラーリングは販売店特別仕様なのでセブン&アイオリジナルになります。で、正面から見てみるとこんな感じだね。中央のところに MM1928 って書いてあるね。これがミッキーマウス90周年っていうことだね。で、ここの部分はミッキーマウスの形をしてるね。これが耳をイメージしてるのかな。で、この煙突の部分はミッキーの帽子をイメージしてるそうです。で、横の方を見ていくとこんな感じだね。この部分にも MM1928 だね。で、後ろの部分には90周年のロゴがプリントされてます。この辺りとか可愛いね。ミッキーの手をイメージしてるのかな。で、この部分はミッキーの形をした窓枠になってるね。で、ガラスの部分はイエローのクリアパーツになってます。で、このまま後ろを見ていくとこんな感じだね。ここの部分にディズニーモータースドリームジャーニーってプリントがあるね。ここには何か乗せられるんだね。で、車内の方も見えてくるね。で、椅子があって、中央部分にはこれもミッキーをイメージした部分なのかな。で、反対側はこんな感じです。向こう側と同じデザインになるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ルーフの部分はここはミッキーの耳をイメージしてるのかな。で、ギミックの部分は車輪が動きます。あ、ちゃんと手も動くんだね。実際に走らせてみるとこんな感じだね。車輪がこんな感じで動きます。車輪の方は前と後ろは動くんだね。で、中央部分はこれ飾りになってるね。で、あとはこの後ろの部分の取り外しができます。あ、こうやって取り外すと中もよく見えるね。で、後ろの方はドリームジャーニー2018年の写真になってます。で、ディズニーモータースのドリームジャーニーは11月に発売されたけど、もう早速新しいカラーバリエーションが出たね。で、今回のこのモデルはセブン&アイの販売店特別使用車だね。だけど通常版のドリームジャーニーっていうのもあるね。これだね。カラーリングを比べてみると通常版の方はグリーンが結構使われてるんだね。当然90周年のロゴも違うね。箱の方は正面のパッケージに90周年のロゴがプリントされてあるね。で、この部分に販売店特別使用車って書いてあります。で、側面の方はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はディズニーモータースドリームジャーニーミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介しました。で、今回はこのドリームジャーニーと同時にあと2つ一緒に発売されてるね。これもまた今後見ていきたいと思います。で、このモデルはオムニセブンの方で予約して購入したんだけど、セブン&アイオリジナルなので最寄りのセブンイレブンでも購入することができます。でも90周年の限定商品なので早めにチェックした方がいいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。